こんにちは、亀蔵です。東です。ということで、平瀬好きの若者が2人遊びに来ました。ということで、平瀬ベビーの飼い方についての動画となります。で、今ですね、はい、うちの平瀬ベビーなんですけど、こんな感じです。5センチぐらいになりましたかね。赤いやつです。お腹が薄いやつ。一応ね、アクバス行った時に実は売ってたんですけど、はい、売れ残りました。これ餌やりの頻度どんぐらいにしてんですか、これ。で、餌はうちはですね、ほぼ毎日あげてた時もあったんですけど、はい、今は、1日おきとか意外と2日おきぐらいで、ただあげる時に餌はカメプロスを5粒ぐらいあげてますね。ただもうね、それ以上も食べる。そうですよね、そうそう、食べますよね。平瀬めっちゃ食べるじゃないですか、はい、なのであんまりあげすぎると甲羅の形がこう丸じゃなくて角張ってくるんで、今回はですね、甲羅の形をこの形状で維持したいなと思って、餌はね、ちょっと少なめかもしれない、もうちょっと開けてもいいのかもしれないという感じでやってます。これを維持したいなと。こういう風になるってことですね。そうですね、これデフォルメされてるけどねこれ欲しいよね。角張るこの箱みたいな感じ欲しいな。そうですね。っていうところで、こんな感じです。で、飼育環境はうちはもう今のところ温室でこれに入れて飼っている状態ですね。なんかもうベビーから土とかにする人もいるんですけど、どうですかそれ。潜ってくれた方が甲羅は綺麗に育つので、うん、湿度も保たれて、はい、綺麗に育ちやすいとは思うんですけど、もう好みですね。あ、うん、汚れるのが嫌っていう人もいるしね。 あと誤飲するのがなんか嫌っていう人もいるから、はいはいはい、まあでも自然界ではね、土で生きているためなので、うんうん、そうですよね。まあ、それでもいいのかなと思うんですけど、名前あげちゃうとあのスペアマン君みたいな、うんうんうん、ああいう自然な感じで飼えるんだ、あれが維持できる人だったら、維持できないとかえってあのカビの温床になっちゃうかもしれないし、そうすると平瀬でも甲羅のカビみたいなのはつくんじゃないかと思うので、うんうんうん、そうするとなかなか面倒くさいことになっちゃうので、その空気がこうサーキュレーター回したりとか、うんうん、上手に植物飼ってる人だったらその飼い方でもいいかもしれない。まあ、大体今ね、飼育部屋エアコンで管理してる人はよくサーキュレーターも回してるんで、まあ、ショップさんみたいな感じで買ってると、うん、まあ、いいかもしれないんですけどね。あとトリメタイプ、亀蔵さん言うじゃないですか、はい、トリメタイプだけどメスとかオスとかってもうこの時期でなんかもうベビーで見分けたりとかできないんです。できないあのメスだからわからない。あ、黒目の方がメスが多いような印象もあったんだけど、うん、うちで実際そうなんだけど、はいはいはい、黒目でもオスいるから、うんうん、で鳥目でもメスいるので、うん、なんで黒目と鳥目なのかはちょっとわからない。あ、同じロットというか、はい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 、同じ生息地でもそうなるみたいなので、うちね両方とも親が赤茶色で同じ系統なん で目が違うということで、うんうん、一時なんかのクリーム色っぽいのに黒いなんか模様が入るのとかもいたけど、ね、顔はあれも大体鳥目が多いからね。黒目の方が見ないような気はするよね。うん、ただうちは親が黒目なので生まれてくるベビーに黒目もいると。ちなみにこれは黒目ですね。絶対好みありますよね、こっちの方が可愛いからいいっていう。これは黒目ですね。顔の印象はね、まあ、鳥目の方がかっこいいっていう人もいるし、うん、黒目の方が可愛いからいいっていう人もいると思うので、その辺は好みで、うん、まあ、いいですね。いいんじゃないかなと。どっちも出るっていいですね。じゃあ、うん、うちはオスが鳥目でメスが両方とも黒目なので半々半々でもないかな。黒目の方が少ないよね。黒目の方が少なかったかな。でも温度帯全部一緒に返しちゃったから、多分それで黒目だからメスではないとは思うんだけど、増やしていって統計を取っていくと、もしかするとそのうち黒目の方がメスが多かったとか出るかもしれないんだけど、うん、何年かかるんだろうそれ。今年はもう掛け合わせましたまだ今年はまだねクーリングしてるんで。あ、だいたいいつ頃からやあ、去年はね、3月入ってクーリング明けさせたのかな。はいはいはい、なんか3月からね、あったかかったんですよね。なんか冬眠早くて、うんうん、でも今シーズンはこの間、やっぱ昨日雪降ったぐらいなんで東京は大体3月に雪が降るようなところがあるので、
亀島さんがめちゃめちゃ気になってたので、亀蔵チャンネル見て平瀬の繁殖動画何回も見てるんですって言って、あ、そうそう、亀島さんからね連絡来て、ああ、たまたまツイッター X か、はいはい、にあのクーリング中のメスの写真を出したら、うんうん、高くなって動いたからちょっと水だけ飲ませときましたみたいな、うんうん、オスはそれやらないんですか？いや、オスの写真が飛んだかっただけなんだけど。X で冬眠させてる人もいるじゃないですか。どうなんですか、平瀬の冬眠クーリング問題って。冬眠誰かしたっけ？あのこの前飲み会でいた、俺の前にいたうさんくさいずの。あの人は宮崎の人だから。あったかいからっていうことなんですか、あれは。だからね、住んでる地域が違うんで。だからか、関東人にはあまり参考にならないかもしれない。そう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 、北海道の人が屋外で冬眠させてます、うん、いや死ぬよ死ぬよみたいな違うからさ、あ、そういうことか。だから、うん、野外で冬眠させてるけど大丈夫なんかな。しかしたら亀に宮崎はクーリング程度なのかもしれないよね、冬眠させてるようで。昔木星神尾さんが宮崎の方で、はいはい、これは公言してるから言えない、宮崎の方で、はい、行ったら冬場に北錦とかヘルマンが12月とかなのに動いてるわけ、うん、はいはいはい、ちょうど晴れて日があったんだけど、うんうん、やっぱ宮崎あったけえなと思って。あ、そういうところだと冬眠なんだけど、はい、こっちからするとクーリングしてるぐらいの感じになるのかなと思って、できちゃう。だからか。で、あの絶対ダメかどうかは分からなくて、うんうんうん、分からなくてというかやらない方がいいって、吉盛堂さんが、うんうん、15度より下はやめといた方がいいですって言ったんで、うんうん、わざわざ、うん、15度以下にする必要もないかなということで。あ、まあ、ただだから真冬で本当に寒いと部屋の中でも一時的に12度になってるかもしれないんだけど、うんうん、エアコンの部屋の、うん、すぐそばの普段15度ぐらいの場所だから、さすがに10度切ってくると完全に冬眠、そうですよね、冬眠になっちゃうんで。生息地広いけどやっぱそういうのはあるんですね。結局行ったことないからね、あ、数字だけじゃんね、あ、まあ、実際は山の上の方だと、うん、山だからやっぱり寒いかもしれないし、あ、だからセマルなんかも沖縄の山ってあんま標高高くないから、はい、うんうんうん、上の方行ったところで多分そんな寒くないけど、台湾は雪降るから空港着いた瞬間にもう沖縄着いた時と同じぐらいムワッとするんだけど山の方雪降るんで台湾、うんうん、そうするとなんか台湾セマルの方が冬眠させるとなんか、うんうん、中国より強えなみたいな感じる時はたまにあるんだけど、ちょっとそこはわからないそこに行ったことがないので、山まで行ったことないんでわからないので、あの8センチまで頑張って育てると、うん、本当強いなっていう感じで、あ、平瀬の場合は10月ぐらいに生まれるじゃないですか、うん、冬寒くなるじゃないですか、うん、うちはまあ割と温室全体温めて飼っちゃってるから、はい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 、まあ、大体ポカポカしてるんでいいんだけど、例えば部屋の中で常時エアコン管理してるわけじゃない部屋だと、うんうん、まあ、寒くなるじゃないですか、うんうん、でも亀飼ってるとこはライター当てたりして暖かくなってるんだけど、ガラスが冷たかったりとか、はい、あと冷たい空気が中に入ってくるような状態だと水が冷たかったりすると、うんうん、やっぱなんかね、冷たいのとか寒いのはベビーなんか苦手というか調子崩しそうなのがあるんで、でも案外暑すぎるのもダメですよね。まあ限度あるからね、 あんまり、まあ、35度付近まで行っちゃうとさすがにね、耐えられるけどもみたいな、うんうん、なんで結構冷やしの温度帯って人間の感覚と近いよね。人間が暑い時はやっぱきついし、吉盛堂さんが最初27度ぐらいで飼うとちょうどいいって言ってて、はいはいはい、27度ってすごい微妙じゃない普通28度亀28度以上にしては大丈夫ですよ、うん、言いますよね。27度って言ったんで、それは吉盛堂さんがひねくれてるわけじゃなく、うん、感覚的な、なんか、あ、27度なんだ、なんか微妙な、25度じゃなく28度だから30度でもなく、なんかその中間ぐらい、暑すぎても良くないけど冷たいのもダメみたいな、あ、冷たいのダメみたいな、はい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 、感じかなと思ったので、うちはまあ温室で設定いつも28度ぐらいにしてるので、うん、まあ、大体なんかそれぐらいの温度で、うん、でまあバスキングライトもちょっと当たるようなあったかい感じで飼ってますね。そうすると一応まあ今年はみんな調子がいいので大丈夫そうです。餌食いもいいです。平瀬のベビーはうちここに引っ越してあの温室にしてからの方が楽になった感じはあって、
て、前はね部屋はね寒くもなる時があって、うん、そこに園芸用のホームセンターで売ってる 2,3 千円のビニールがあるじゃないですか、あれでやってたから微妙に寒かったと思うんだけど、うんうん、おかげで鬼玉が繁殖したりとか、あ逆にいいこともあったんだけど、イラッセの、ね、署名はやっぱきつかったんです。あそうなんですか。突然食べなくなったりとかあったよ、ね、上の段に置いてたり、下段だと寒いから上の方に置いたりしてて、うんうんうん、今はもう全体的に構造が変わっちゃったんで、うんうんうん、まあ、例のあのガラス温室なので、うん、生成熟的には遅いイメージですか。だから普通のと、普通カメは8年って大体ざっくり言っちゃうんだけど、はいはい、ね、まあ、どっかのね和臓器さんとか和臓器さんとかなんか2年3年で網箱増えたとか早いよってまあそういう例外の人もいるんですけど、うんうん、だまあ、あの大きくなっちゃえば産んじゃうからね、うんうん、だから大きくできちゃえばその日暮らしとかも結構ね、なんか森石結構な速さで増えたね。あ、まあ、森石って長いって聞きますけどね。そうそうそう、森石なんかさ昔さ、うん、あのみんながこぞって増やそう増やそうとしてて、うん、ちょうど掲示板時代の頃に、うん、みんなが情報を持ち合って話すんだけど、うん、全然産まないんですよ、かかるんだけど全然産まないんですよって言ってたら、うん、ある年にバタバタとみんな増やし出し、うん、まあ、結局だから生成熟がすげえ遅いんだ。あ、えその掲示板時代に出てる時はヤングぐらいだったんですか。いや、まあまあのアダルトをやっぱりね、好きな人好きだから買ってんだけど、うん、いや森石増やしたいけどなかなか増えない増えないって言ってたら、結局みんな同じぐらいから買い始めてたから、同じ頃にちょうど増え出して、あそうそうそう、だからあのグリクラとかに森石出す人が同じように現れた、面白いなと。これもう乾いたのにカルキ全然ついてないですけど、そうそう、これってなんか何やってるんですか。水深を深くしてます。あ、うん、であの乾燥させる場所も作ってるっていうか、うんうん、このケージが作れるので、はいはい、それでねやってたら、でちょっとねガラスベタどかして、うん、あの空気こもらせようかなと思ったんだけど、うん、ちょうど温室の中がちょうどいい適度な湿度らしくて、うんうんうん、安定しちゃったんで、まあ、あんまり蓋とか今してないです。じゃあ全体が浸かるぐらいの水にやってるにしてるかな。あ、そう、前セマルのベビーそれやったら甲羅の後ろ反るよって言ってたじゃないですか、うん、あれってどういう原理で反っちゃうんですか。なんだろうね、水がめになっちゃうのかね。あーそういうことあんまり水にやりすぎると、うん、なんか 水焼けって言い方でいいのかな、なんか色薄くなるじゃん。はい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 、はい、よくあの雨箱とかでさ抜けてくるような上の部分だけこう出てるから、うん、その水面のちょっと下だけ白く抜けて、うん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 、あれ色変じゃなくてだから水でなんかそうなっちゃったみたいになるじゃない。はいはいはい、うん、あの現象も関係してんのか分かんないんだけど、反るイメージはあーなんだろうね、なんか泳ぎに特化するのかね。あ、そういう意味か。ちょっと分かんないんだけど、 でも納得できる。あんまり水性ガメ風にしすぎちゃうと、うんうん、扁平になってかなみたいな感じもするし、うんうん、やっぱ適度に外出て乾いてるのも大事なのかなという。あ、ずっと濡れっぱなしも良くないのかもしれない。はいはいはい、陸地にいるから、うんうん、ね、湿度は高いんだけど甲羅は乾いてる状態みたいな、はい、あるんで、多分その辺がいいのかな。カラッカラすぎても良くないし、うんうん、ずっと水に浸かってるのも良くないのかもしれないし、うん、まあ、あとは遺伝も多少あると思う。甲羅がさ、こう反るやついるじゃない。これ人形で言うたら、ここがこうグイーンって、うん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 、あれ親がそういうタイプの甲羅だと、はい、子供もそういう風に遺伝するで、はいはい、親の甲羅に奇形とまで言わないけど、うんうん、ちょっと特徴的な形がゾウガメみたいになっちゃう。あ、そうそう、遺伝するんで、あ、そういうのはあるよ。それで、あ、これ誰々さんのやつだなとか結構分かったりとかする時あるんで、そういうのはあるんだけど、はい、やっぱ買い方で甲羅の形は亀は変わりますね。なので、まあ、ちょっと今この形をこれでもちょっとうまくふっくらして、理想はワイルドみたいな、こうなってほしいこうなってほしい、こうなるといいんですけどね、うん、やっぱりね、あのちょっとカルキの白っぽいのはついたりはするので、うん、気になる人はあとは屋外で買ってあげた方が、このカルキは雨で洗い流されたりとかするので、うんうんうん、だからカルキの水使わなければいいのかもしれないので、そこまで手間をかけられるかどうかというところですかね。復
コって柔らかいですか？今触ってみる。あ、パッチリしてる。だいぶ硬くなった。はい。このサイズで結構柔らかかったら、はい、うん、大体やばい。大体やばい。だからカメ選ぶときに実際に持って、はい、うん、見てっていうのはやっぱそこで、だから、そうですね、昔の通販とかだとそれできないんで、うんうんうん、昔のビッターズとかだと写真見て、まあこの質感だったら甲羅硬そうだし大丈夫かなみたいな。あ、うん、あとなんか見たときに足がちょっとだらんとしててなんかこれ柔らかそうだなってさ避けるとか。あの水場なんか弱ってるカメってなんかもう陸地にずっとデレーンってしてるとか水場にずっと動かないって、どっちの方がやばい信号なんですかね、うん、お店だったら動いてるやつの方がよく見えるよね、うんうん、あとはもうほんと持って、はいはいはい、うん、あとは店員さんの言葉を信じる、あ信じる信じるっていうか、ね、言い方悪い、店員さんのアドバイスを聞いて、うん、まあ、あのプレス食べてますよとか、あで、まあ、持たせてもらって、うんうん、まあ、やっぱ復興は触っといた方がいい。あ、やっぱ復興はでかいとね、さすがに硬いんで、うんうんうん、ベビーのうちはもう弱ってるやつは復興柔らかいんで、そういうのは選ばない、それはちょっと避けた方がいいかと思います。はい、とはいえ、もともと柔らかいのもいるから、ね、種類も匂いがめで、もうこれ復興柔らかいんで、いや、匂いがめはこんな感じです前もあるんで、なんとも、うん、ほぼお肉みたいなね。だからこの辺のカメは、まあ、触って、うん、ふにゃふにゃしてたら、多分ふにゃふにゃしてたら足、後ろ足もちょっとなんかだらん気味だと思うので、あ、動いてるところは見た方がいいです、ね。わかりました。で、餌を、うん、本当たくさん食べるんだけど、うん、口開ければ開けるでもうどんどん放り込んで食べちゃうんだけど、うん、動かないんで、はいはいはい、でセマルは動くから、まあ、いいのかなとか思うんだけど。はい、なんでちょっと悩むよね。いや、そうですね、もう外に出すと結構歩き回るんだけど、うん、結局気に入った場所あると本当そこにずっと一日中ほぼずっとそこにいたりするカメなんで、はい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 、で、まあ、代謝がね、そうですよね。なんかもう俺ハコガメのイメージで早く8センチにしなきゃ早く8センチにしなきゃって言って、うん、バク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 やってたんですけど、うん、なんかモリモリと四角くなってくるよね。まあ意外と甲羅変形しやすい気はする、うん、ここがここの成長線の部分がすっごいビヨーンって伸びてくるような、うん、そうそう。うちもね、最初ちょっと甲羅が結局うまくは育たなかったの で、はい、で今の若い子たちがスペアマン君とかジョンクワ君とか、うん、その日暮らし君が綺麗に育ててるから、うん、あ、彼らの飼い方が正しいんだろうなこっちが逆に勉強になっている。あ、心配だったらやっぱ水苔で、コーラ重視だったら水苔ゾーン用意して潜らせておくのは周りなのか、うん、あ、手間かけられる人なら夜だけ水苔の中に入れて、うん、あ、うん、でまた外出してあげてみたいな明るい時は、うん、環境の変化にどうですか、平瀬って。強い方ですか？大きくなっちゃえば強い、あ、強いね。結構寒さもさっき冷たいのダメって言ったけど、うんうんうん、だクーリングできるぐらいなんで、うんうん、でクーリングさせてても20度切ってても、うん、餌あげれば食っちゃうみたいな。あ、なんで結構あれ寒さ強いのかなとも思えるし、はいはいはい、ただベビーはやめた方がいい。ああ、そうですよね、ベビーは危ない。はい、やっぱね、生まれたばっかりのベビーは1年ぐらいはせっかくなんで、うん、ぬくぬくと育てた方がいいと思います。うんうんうん、あの煉獄さんを見たいですここ 煉獄さんの親、あ、煉獄さんが育ったところ。ああ、煉獄さんですか。はい、煉獄さん、これが、はい、ということで こちらが現在の煉獄さんです。で、煉獄さんはちょっと水がめにしすぎた感はあったんですけど、まあまあまあ、なんとかこういう形。うん、亀蔵さん的に何点の甲羅なんですか、これは。70点。ああ、そうなんですね。ちょっとここが、もうちょっと、本当その日暮らし君とか純格に上手だよね。彼らに預けた方が綺麗に育つ、ね。顔見たいですね。今年から春は外出してもいいかな。うん、いいかな何歳になるんでしたっけ ?2 歳。これ2歳？あれ、こっちどっち目タイプでしたっけ？これはね、つぶらな瞳タイプ。どっち鳥目になりそうな、鳥目になりそうな。煉獄さんはね、写真も見ると最初黒目風だったけど、でもこれ見ると
鳥目に近い、うん、黒目ではない、ね、あオスメスどっちだと思います？あそうそうよく言われるんだけどさ、えそれ何度でやったの？これは煉獄さんは最初あひ平瀬ってインキュベーター使ってないから使ってないやつか、うん、使ってないんだ。尻尾が分かりづらくてそもそもお母さんがオスかメスかもいまいちよくどっちかなと思ったら、うんうん、まあ結局卵を産んだからメスだね。言ってましたね。大きいやつは、まあ、オス確かに尻尾は明らかに太いんでそこまで行くと分かるんだけど、まあまあ尻尾長いんで日本石神と同じ感じで、うんうん、尻尾長いけどこれどっちか結構尻尾しっかりしてるんでね、うん、オスかもしれないしなんかメス多いねやっぱしね、シーのね赤ちゃんね。そうですね。その日暮らしくんちのみんなメスだって言ってたんで、うんうん、亀蔵さん的にどっちになってほしいんですか？私はまあオスでもいいかな。そうすると誰かに貸すこともできるからと、若者たちの誰かに。今若者歓喜してますよ。若者これでよければ放射模様でよければ。これタイプなんですか？この放射はでみんな出てくるもんなんですか？多分、お母さんの方が M さん系統で、ね、M さんのもうちと似たような赤っぽいキラスなんだろうね、うんうん、なぜかこの模様が入ったということで、うん、個体差が部屋で飼ってるからもあるのかな。ちょっと色が薄いんで余計に目立つのかもしれないし、これ、失敗するとここがねボコッとなっちゃうんで、そこがね嫌だったんで、はいはいはい、まあまあ湿度は管理してみたんですけどこんな形です、はい、最初育てたねこの煉獄さんのお母さんはちょっと甲羅ボコってるんですよ。あそれはそうなんですか。育て方がちょっと乾燥気味だったかなと。ちょっと見てもいいですかそれも。で今ですねこれ平瀬の親個体2匹メス2匹をね入れてるんですけど、もはやクーリングしてんのに動いてるのにクーリングになっているのかというか、元々の子さんのメスですね。これはあの吉星堂さんのところからやってきて、でこれもね甲羅がちょっと、まあ、こう綺麗ではないんですけど、うんうんうん、綺麗ではないんですけどっていうと、あの小さいところから育てた吉星堂さんに丸くしてて、でうちでベビーから育てたやつですね。ほらこれがちょっとここがね、うん、いただけないところなんですけど、これは我々のミスということで。ただ、あーそうか。ただ、まあ、ここまで育ったら卵を産んだと。この反りはこうなるもんなんですか？ちょっとだからこれも反っちゃったのがね、あうんという気がします。まあ買い込みっていう買い込み買い込み。ただ、このサイズで産みました。産んだのが、はい、かかっちゃったのよ。うんうんうん、全くかけた記憶がなくて誕生秘話のやつですね。そうそうそう、出して、はい、そっちの温室で遊ばせてたのよ多分ね、はいはい、で平瀬って交尾時間10分とかで済んじゃったりする時だから、多分10分目を離した隙に、はい、なんかしたんだろうオスがみたいな感じで、うん、なんか卵産んでしかも白濁してるぞどういうことだっていうんで、で生まれてきたのが煉獄さんだったんで、しかも卵産みっぱなしだったから。頭でかいっすねやっぱね。いやこれでもでかいよね、うん、でかいんでやっぱ子供の卵も大きかったみたいだね、うんうん、だからベビーも生まれた時から大きかったと、うん、それはやっぱ亀の大きさに比例。下のここの方が長いんですね、うん、それなんか買い込みだねっていう。あ長いっていうか長くなっちゃったんだと思うで本来はどうなのかなって。あ そうなんですよ。こっちの方が明るい色してますね。そうそうそう、だからかね。それでちょっと今水かけてみる。うん、早い人だとね2年ぐらいで親サイズかよっていうぐらい育てちゃってるじゃないですか。うん、そんなに餌あげないんで、それがいいとか悪いとかじゃなくてただ餌をあげないだけなので、うん、煉獄さんのお母さんの方が放射模様があるかっていうとないよね。あーないっすね。色は明るいけどね、うん、で復興もこういう復興でそんなに差がない、うん、復興同じ感じなんで、うんうん、まだ同じ系統の平瀬ではあるかなと思うんですよ、うん、で、つぶらな人にですね黒目さん。こっちもまあ、単純にこれはあの嫁の趣味で黒目が可愛いっていう、うんうんうん、黒目を選んだんですけど、
こう見ると黒目だとメスなのかな、ベビーの頃でも。でも関係ないんですもんね。と言われてますね。多分餌あげると食うんじゃないかっていう手ぐらい動いて、そろそろ止めて暖かくして、はい、調子を上げてって産卵に備えさせていいかなという気もしています。でこれがオスです。オスはねもうワイルドチックな、だこれが本来の甲羅の、平瀬の甲羅の形。これってワイルドなんでしたっけ。おそらくそうだと思うんですよ。これもまあだから吉星堂さんを管理していて、復興の色合いは一緒でしょ。そうですね。でやっぱちょっとちょっとへこむのかな、へこんでますねっていう感じがするよね。で尻尾のやっぱもう根元が、ね、太いから、これはオスメスどっちですかって言うと、これはさすがにオス、オスですね。メスの方はまあこんな尻尾なんで、まあ、ちっちゃいよね。うん、そうですね。でこれがだからね、最初ねこっち側だから分かんなくて、ああそう、どんなもんだ、長かったね、はい、長いからもしかするとオスかもなと思った。あ、長いですね、全然長さこっちの方が長い。そしたらね、あのメスだった。ああ、で鳥目タイプ。俺こっちの方がやっぱかっこよくて好きですけどね。いかつい、いかつくて、やっぱねクーリングさせてる時はなんか少し目が少し白っぽい。ああ、冬眠明けは赤くなるって、それは多分東君が言い出したんだよねパキッとした、あらわかんない、わかんないその間和臓さんもなんかそんな感じですね、うん、どうなんですかねこれ一緒にするともうかかっちゃうぐらい、まあ、かかるかもしれない。気づいた、気づいた、もう口開けて、ある程度スペースがあれば一緒でもいいのかもしれないんだけど、うん、結構ねこのメス強くて、一緒にしてる交尾終わった後とかだと、うんうん、メスの方がオスの足とか噛みついたりとかあったんで、うちはねいつも話しちゃうんですよ。冬眠明けすぐだったりちょっとしてから合わせると、うんうん、メスもそんなに逃げないっていうか、まだ調子が活発じゃないからもあるんだけど逃げなくて、で反対に夏から秋にかけての温度が下がった時ぐらいも同じ感じ で真夏とか、まあ、暖かい時期だともうメス超逃げる、とうまくいかない。やっぱ真夏はあんま外出さない方がいいですか。夏はね、もう日陰だとしても、そもそも今の真夏35度とかおかしいんで、うんうんうん、はい、日陰がないと、うん、風通しよければね、あ、大体もう日の当たらないところにじっとして朝夕に動き出すみたいな。クーリング開けて餌をあげて、うん、でかけた方がいいんです、それともクーリング開けて、うん、もうすぐかけた方がいい。ちょっとしてからにしてるね、やっぱしね。餌とかあげて食べ出してから、うん、動いてからの方がいいかもしれない、ね。でセマルなんかだと雨がね降った後とかに発情したりとか、水の中入れたりとかそういう刺激するとちょっとオスの方が興奮状態ではあるんですけど、乗る感じではないかな。さすがにね。さすがに起きたて。起きたてはでも。こんなプラペでいいんで、こんなもう狭くてもいいんですよね。そうそうそう、まあ、これクーリング用ね、うん、じっとしててくれるんで、ね、日差しで。これが他の種類のカメだと、もうここから出せっていう、すごいクーリングでも、うん、動くかもしれないんだけど、こんな感じです、うん、でちょっと最後に今の餌食いなんですけども、餌見るとこう寄ってくるので、はい、もう食べますね。大体今5粒ぐらいをあげて、でもまだ食べたそうには最近してるんで、まああげてもいい日もあるかなみたいな。2日に1回 5粒、うん、またの本当にちょっと、まあ、食べたそうにしてるから、じゃあ1個あげようかな、2粒あげようかなみたいな感じ でちょっと休ませる日も作ってるかな。ああ、でっかい糞したらあげるとか、うん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 、水に浮いてても食べるしね。うんうん、まあ汚れるからなんとなく拾って陸地に置いたりしてるけど、うん、ああいい、たまらない角度で食べ方がね、うん、遅いもんね、うん、動画的にあれなんですけど、まあこれくらいの糞をするので、はい、
まあ、そうしたらあげるといいかな、はいはいはい、うん、ということで今日はヒラセベビーを育成の様子を動画にしてみました、はい、参考になればと思います。 CB は強いです。はいはいはい、やっぱり、ね、輸入したちっちゃいやつはちょっと別物かなところもあるので参考にならないかもしれない、うん、まあ、とにかく食べまず食べないといけないので、うん、で CB のはもう最初から食べるので、はい、全く苦労もせずで、うんうんうん、で餌ももう何でも食べるので、はい、なんだったらあのビカクシダの葉にすくうダンゴムシもバリバリ食べるので、はい、大丈夫です。皆さんもぜひヒラセベビー機会があったら買ってみてくださいということで、はい、バイ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 。あ、そうだ、おまけでさあさんがプンプンだ、もう激おこですよ。もうだからあのアクバスでさ、はい、買いに来るっていうから、はい、まあちょっと残して置いといたけど、はい、連絡もなく来なかったんで、はい、あ、なんかあったのかなと思ったら、はい、なんかしれっと、ああみたいなで、まあ、俺とやり取りした時はアメゾウさんのヒラス打ってくださいよ、本人に直接言おうか俺とかさ、はい、この南関東亀連合の人たちも欲しくて、はい、頼めそうな我々の友達になんか言い寄ってこられても、はい、結局その人うちらに話すからあなたのやろうとしてることは全て筒抜けです一人にそういうことすると、はい、みんなに広まるよ、みんなに広まっちゃうんでもうその話知ってんの 2,30 人いるぞというところで、それではまたバイ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 